それではファイアーエムブレム無双続きをねやっていきましょう。どうもガマラセチャンネルのチャチャです。前回はですねマクベスに操られていたまあカムイと白夜王国の第一王子リョウマ、暗夜王国第一王子、マークスを、見事助けて、まあその後暗夜王国白夜王国は和解して、まあカムイも助けることができて、まあ見事ねファイアーエムブレムイフ編は完結と、あと縦にはめる弾もね一気に3つ手に入って残り1つになったわけなんですね。まあしかし前回のパートでやっぱり思ったんだけどさ、暗夜王国白夜王国を王女で両方ともの王女であるカムイってさ、一体どういう立場な、どういう立場なんだ。暗夜王国での王女でもあり白夜王国の王女でもある。まあカムイは一応男に変更できるっちゃできるんですけどね、男っていう選択も。その原作ではね、ファイアーエムブレムイフっていう 3DS のゲームなんですけど、なんか結構神ゲーらしいそうで、まあ私もやってみたいと思います。気になる方はね、ぜひプレイしてみてください。まあ、ファイアーエムブレム覚醒もね、面白いらしいですよ。まあ二つともね、ファイアーエムブレム覚醒もイフもさ、スイッチに来ねえかな、スイッチに。ニセトロ持ってないんだよね。ニセトロ。ニセトロっていうのは 3DS の画面をキャプチャーする機材のことで、まあそれがあれば 3DS の画面をキャプチャーすることができるんですよね。まあそんな話を長々と話してもしょうがないんで、次行きましょうか。14章。俺としてはもうちょっと長く話していきたいわけなんだけど。14章、要塞の罠。元の世界へ戻るため、一時的に和解した白夜軍と暗夜軍。あと、覚醒のみんなは？そうだ。一時的に和解した白夜と暗夜が、まあ、和解したと。盾の封印を解く鍵となる奇跡も、残り一つとなった。そんなところ、ダリオスが全員を召集。ちょっと、なまってんな。なんか、方言なまりになってんな。大丈夫か、俺。そこで語られたのは、双子さえ知らない、秘密の要塞の話だったと。要塞の罠ね。さあ、どんな話なんでしょうかね。いや、でも、結構さ、ノーマルでもちょっと戦いが厳しくなってきたな。あ、そうだ。身支度。しないと。身支度とかショップとかにちょっと行かないと。ちょっと強化してきますね。ショップとか身支度をして、ちょっと強化してきます。カット！これでいいかしら？え？クラスチェンジ？あんやを。何これ、アンヤオ。へえ、ここでクラスチェンジができるんだ。かっけえ。ってことは、へえ、こういうクラスチェンジとかできるんだ。あとちょっと龍馬も見てみたいな。ちょっと龍馬も一旦強化はしておきたい。これを強化しておくと白夜王になるっていうことか。王子から王に。待て、これってさ、ネタバレ。待て、これ、ネタバレ？もしかして。ファイアーエムブレムイフのネタバレだわ。俺やってないんだが。まあいいや。あと、今日カムイだね。カムイ。あれ、カムイどこだ？カムイはですね、ファイアーエムブレムイフの主人公なんですよ。なぜか女性なんですけど、女性だけしか出てこない。マスタープルフはね、もうちょっと待っていたらな。マスタープルフ。どうやったら手に入るんだろうね、マスタープルフは。まあいいや。カムイをね、強化しといて。まあ、カムイも別クラスっていうか、なんかちょっと進化した姿とかちょっと見たいな、カムイとかも。まあ、それはまた後日っていうことで。まあ、でもこれはあれだな。ファイアーエムベレム、カムイの進化っていうのは、ファイアーエムベレムイフのネタバレかもしれないので、進化させないっていうのもありかもしれん。というわけで、14章、やっていきましょう。14章、要塞の罠。ダリウス、急にみんなを集めてどうしたんだ。実はとある重要な情報を掴んだんだ。みんなに聞いてほしくてな。何？重要な情報ですか？ぜひ聞きたいです。この地図を見てください。この近くにグストン国の者のみが知る要塞があります。かつて二国があまり友好関係になかった時代に秘密裏に建設されたものです。
私の父ならそれを利用するかもしれないと密かに見張らせていたのですが、先ほどグストンの大軍が要塞に集結しつつあるとの報告が入り、マジかよ。いよいよ本格的にアイトリスの制圧を開始するものと考えられます。なんでなんでアイトリス、なんで友好関係のアイトリスの人たちを滅ぼそうと。あんたグストン国の王子なんだろ、その情報は信用できるのか、あんたが裏で自国とつながってない保証はあるのか。匠、その言い方はダリオス王子に失礼だぞ。だが内容については同意だ。正直、まあ確かにな、俺も匠と同じ不安を感じている。王族の身でありながら自国に歯向かうなど到底信じられなくてな。まあ普通はそう考えるよな。韓国の王子だからこそ父の過ちを止める責任がある。頼むから後で裏切らないでくれよ。韓国の危機に助けるどころか侵略するなど、まあそ裏切った方が、その言葉裏切ったらそっちの方が面白いかもしれんけど。心配するなって、ダリオスのことは俺たちが一番分かってる。なんかその言葉がちょっとフラグに聞こえてしまうんだけど。間違いなんてありません。分かった。人が良すぎないか君たち。要塞攻略のための作戦を練るとしよう。そうだね、気づかれる前に一気に接近して要塞の中に入り込んで戦うのがいいと思うよ。私も同じことを考えていました。とすると突入部隊の編成が必要でしょうか。突入なら俺に任せとけ、必ず要塞の守りを破ってみせるぜ。私も行くわ。アイトリスの危機なのに黙って見てるなんてできないもの。ダメだ、お前たちを失っては意味がない。それに炎の盾を守る必要もある。あと弾が、石があと一つある、ダリオスが持っていてくれればいいじゃないか。それはやめとけ。問題じゃないが、お前たち無茶はしない。ちょっとそうだ、盾をさ他人に持たせるってちょっとまずいような気がするんだよ。なんか俺の感がそう言ってるんだけど、これでさダリオスがもう裏切ったり悪にならなかったら、悪にならなかったらさ土下座するわ。いやでもなんかフラグにしか聞こえないんだけど。さあダリオスの中央上等へ到達。要するにダリオスを守りながらなんとかたどり着けってことが、前線の敵取りでの低制圧と、はい、そうだね、マップを配置で誰がいる、まあせっかくだからマークスと龍馬、あ最近この子使ってないね。あと誰がいる、マークスと、あーちょっと待ってよ、それでもいいんだけど、マークス馬に乗ってるんだっけ。まず龍馬を、あでも雷神刀、これ専用武器っぽいな。どんぐら、多分雷神刀がこれ強いパターンだな。野党神、えなんか強そう、その名前だけで。ジークフリート、なんか名前だけで強そうなんだよな。武器の名前がかっこよすぎんだよ、名前な、武器の名前がさ。よし、じゃあこれでいこうか。さてね、お互いにね、進化した龍馬とマークスがおるわけなんですってね。なんとか勝っていきたい。内部に侵入するには羽根橋を下ろす必要があります。そうだね、まずはその砦を、砦をなんとか、あでも斧だから有利だ。2つの敵砦を制圧しよう。まずはどの位置制圧しなきゃいけないからね。やっぱなんか2人とも信じられてないっぽいな。よし、あっなんかいる、誰だてめえは。さあそうか、ダリオスか、ダリオスを守りながら進むなきゃいけないんだっけ。さあお二人とも、ちょっと邪魔だな、どかしてもらうぞ。よし、ちょっとね、とりあえずどんどん、あでもさっさとこれさっさとやった方がいいのかな。さっさと跳ね橋を下げた方が。なになになに、あこれ最初に出てきたあれか、最初の日に出てきた化け物か、久しぶりに見たな。
あの戦士がちょっと気になるな。あの戦士がちょっとやっぱね、戦士はね、とりあえずこの戦士、剣士を撃破せよって。とりあえず剣士を、あ、どこだ。残念ながら羽根橋を動かす仕掛けは見当たらないようですね。は？見当たらない。お、剣士を撃破したぞ。とりあえず図追いは過ぎたから大丈夫として、とりあえず拠点兵長を潰して、どこ行った？あ、砦は終わってる？なんかいる。あー、こう、お前は懐かしいな。お前パート1に出てきたあの巨大なカイリキーじゃないですか。懐かしいな。そうだな。あっちか。よし、せっかくらしい。ちょっと、あー、でもちょっと待って、ノーマル状態と進化した状態でなんか変わったりするから、必殺技。さ、どこだ。なんかおる、ドラゴンが。なんかドラゴンがおる。なんかドラゴンがおる。ちょっとここでドラゴンがいるなら、ちょっとドラゴンから先に倒した方がいいのかもしれない。どうだろう。ドラゴン、羽、ドラゴン、羽、羽でカッ、ドラゴンのガードって羽でガードできるもんなの？剣、剣の攻撃って。でも、あんまドラゴンを舐めない方がいいかも。ブブー。ちょ、ドラゴンから先に倒した方がいいのかな？どうでしょうね。よし。待って待って、ま、マークスが苦戦してる？あ、必殺技使おう。おいおい、嘘だろ。苦戦しないでよ、マークス。一応クラスは進化させたんだっていうのさ。よし。二つ下げたな。よし、次はマークスの番だね。は？待って、ダリオス、やばい、ルートが間違ってる。やべ、方向音痴すぎる、動きが。上がった、こっち、なんか衝突してるが。よし、ダリオスだ。やべ、回復の道具を持ってねえから、ちょっとね、あれがあれなんだよ。回復の薬を持っていねえっていうのがちょっとあれなんだよな。なんかいる。待って、ダリオスが大苦戦してるって。ちょっとここをなんとか突破させれば。頼む、よし、使おう必殺技。よし、くっそ、これ分け与えていることができれば。ダリオスにさ、回復を、誰か回復とか持ってねえのかな。ちょっと待って、間違えたかもしれん。さあ、あとは羽橋を下ろす仕掛けが分かんねえな。羽橋を下ろす仕掛けがまだドンパチやってる。お、進軍再開したって。あれか、とりあえずダリオスが進軍させ続ければ。ちょ、ダリオス、ちょ、ダリオス、マジで動け、頑張れ、頼むから動いてくれ。いや、ちょっとダリオス、動いてくれないか、さすがに。動いてくれないと進めないんだが。俺が片っ端から片付けるから。早く行け、早く行け。至急回復せよっつっても、どうやって回復させれば。くそ、邪魔だ。あ、取り手たどり着いた。どうだろう、これで一旦回復できれば。さ、通れるようになったが。ちょっとダリオスのこと確認するの忘れてた。なになになに、なにこのビーム。そうだな。よし、ここは俺に任せろ。よし、これを使うしかない。ああ、こういう時さ、エリーゼと組んでなんとかなる。あれ、エリーゼどこ行った？今エリーゼいたよな。でもちょっとダリオスが一応。よし、使おう。一応これ回復ができればな。しかし組んだところで回復ができないからな、やっぱ。
どんな魔法なんだ。カムイがいる。カムイにチェンジ。てかダリオス、ちょっと待って、嘘、こんな苦戦する、なんで、やりもち、待って、死ぬ死ぬ、なんでこんな、やりもちだからか、わかった。まあでもちょっと見えたい、一体これを見よう、神の必殺技。あでもオープニングで見せたっけ、どうだったっけな。あでもこんな感じか、うえー死ぬ、マックスだ、ダリアスどこ行った、ダリオス、ちょっと待って、強くない？お、嘘だろ、こんな多すぎませんかね、虫のような、虫のように湧いてくるやつだな、本当に敵が多すぎる。さあまあレベルアップしたけど、ここまでではないよ、まだまだいけるって。おいおい、くっそ、これさ、このアイテム上げる機能がさあればいいんだけど、なかなかあれかな。いって、なんか防がれた、痛い、誰だ、グストングの増援が、本当に拉致が開かない、早く進んでお前、お前はちょっと早く進め、マジで押し出す力が、押し出す力が必要だ。よしよし、使おう覚醒状態、そして一掃してやれ。かっこいい、押し出して進むしかない、なんとか押し出して、このダリオス自身を押し出して進む、進ませるしかない。うった、お前よくもやりやがったな、もう一回も面白すぎてあるぞ、さすがに怒った。えい、ほんとだ、邪魔をするな、ダリアさん早く進め。あれどこ行った、なんで戻ってんの、頼むから進んでくれよ、頼むから進んでくれダリオス、まったくもう虫のように湧いてくる。こなんとか、え、早く行け、とりあえずお前は早く行け、ダリオス進軍隊、あ、中央の城を破壊しろ、どれだよその城って、マジか、これじゃあ意味がないやんけ、これどんなに攻撃してもあんまり、あーどうしようかな、今回ダメっぽいな、ここか、砦か、よし、門番をちょっと砦こら辺で倒しといて、どこだ門番、よし、この覚醒した状態のマークスをなめるな、兵長だ、よし、砦兵長をとりあえず倒しとくしかない、どん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 倒していこう。異形のものってなんやねん。使おう。よし。砦を解放した。もはやここまでか。あと一つか。ちょっと難しそう。よし、とりあえず一つ。異形のもの？おっと、異形のもの、ここで倒すしかなさそうだな。この異形のものっていうのはあれか、これか、何これ、なんか見たことない色のような気がするんだが、何何、蹂躙される国か、異界とはいえこのマーク、王族として見過ごせんの、待て待て待て、これ勝てるか、勝てんのか、これ砦を守ってるやつだよな多分、硬い、しかし体力お化け、ドーン、やった、これ体力お化けじゃんこいつ、ふざけんな、
使おう。まあそれはバケモンだからか、異形だから、それはバケモンだな。いやでもしかし人間系でもバケモンがおるからな。おいマジか、どこ行った、砦を。ダリオス、ちょっと待って、方向が、俺さ右上のマップ見ながらさ走るっていう、そのマップ歩くっていうのに慣れてねえんだよな。そもそもマリオカートだってそうだね、マリオカート8デラックスとかも。ああもうこれ使え。いやーでも1ポイントがもう少なすぎる。最初からやり直すっていうのもありかもしれないが、よしとりあえず一掃できたわ。あいつどこ行った、あいついなくね。おいもうほぼ1ポイントねえじゃねえか。頼む耐えろ、ここはちょっと耐えるしかない。よししばらく大丈夫、一応内部に侵入したが、よし敵本気を制圧で OK。 あ大量の魔物がどっから湧いて出てきた。マルス、僕はマルス、アリティアの王子だ。君たちを助けに来た。もう心配はいりません。皆さん、脱出しましょう。いや、でも脱出の前に死にたくなければ黙ってついてこい。脱出の前にちょっと友達が閉じ込まれてるんだけど、え、いいのか、ほっといて。まさか英雄をマルスに助けられることになるとは思わなかったな。マルスの子孫がクロムなんだよね。英雄、僕の名は確かにマルスだけど、まだ王子の身です。それにそんな大層な二つなに心当たりはないのですが。まあそういう時代じゃない時に来たの。まあ、英雄王になる前のマルスだよな。英雄の伝説とは、得てしてその人物が去った後に作られるものです。そうですね。彼はまだ英雄王と呼ばれる前のマルス王なのかもしれません。そういう認識で大丈夫だと思う。マルスさん、こちらにいらしたんですか。先ほどはありがとうございました。いや、間に合ってよかったよ。でもダリオス王子という方が捕まっていたとは。そうそうそう。ここまで手が回るず、すまない。いやーこれどうしてんだろう。手を貸してくれないか。あ、もちろんだ。協力させてくれ。ただ一つ問題があってね。実は僕たちはあの要塞に救う謎の魔物たちと一度戦っているんだ。え？異形の魔物たちですね。てかマルスってあれだよね。やっぱスマブラと同じ緑川光るんだよね。グリーンリバーだよね。グリーンリバー、グリーンリバーシャイン。それって異界の門があの要塞の中に開いてるってことか。ウルトラホールが、うん、というのね。あの門から際限なく魔物が湧き出てくるの。そんな完全にあれか、ジェネレーターみたいなやつか。なんかね、スマブラにもさ、魔物が無限に湧いて出てくるジェネレーターっていうものがあったもんね。あれみたいな感じか。スマブラの X の悪空の使者、知ってる人がどのぐらいいるか分からんけど。何か方法は、異界の門を閉じるには炎の盾を完成させなきゃいけない。ところでだったのに、それも敵に奪われちゃうなんて。それは大変だよ。やっぱさ、もうダリオスに預けちゃいかんかった。死んで、そうだ、うん、ダリウスが盾を持ってた。もしかして敵の狙いは盾だったのか。うん、シールドだと思う。シールド、ソードシールドのシールドの方だと思う。あっ、ずっとずっとあっちのすごく高いところ、侵入の力があっちに。
一体どういう意味なんだ。もしかしたら神竜の血、炎の盾に関係する何かがあるのかもしれない。神竜の力、遥か彼方にある高いところ、富士山。私思い出した、キラウエア。ずっと昔に語ってくれたおとぎ話、あれはもし過去に本当に起こったことだとしたら、どんなおとぎ話だ。何かの手がかりを得られるかも。お、遥か昔、でか、聖なる竜の住まう小さな国がありました。はあ、ある時悪しき竜が現れ、その国を襲いました。ファブニールか何かの。聖なる竜は人々を守るため悪しき竜に立ち向かいましたが、悪しき竜の力は強大で封印するのが精一杯でした。ああ、そうだそうだったね。あの盾は確か悪しき竜を封じるものだったと。そのまま世界中に降り立つとゆっくりと死を迎えました。それから恒久の時が過ぎましたが、世界樹の上には今でも聖なる竜の残した2本の強靭な牙が残っているといいます。2本の強靭な牙、とりあえずじゃああの木のところに行けっちゅうこと。木のところに、つまり世界樹に行けばいいってことか。うん、きっと、とっても強い竜の力を感じるの。ええ、ダリオス殿を助ける手立てがきっと見つかります。行きましょう。いや、しかし見てよ、みんな勢ぞろいだよ、勢ぞろい。ファイヤーエムブレム、暗黒竜と光の剣と、あ、でも紋章にもマルス出てたんだけど、紋章の謎にも。あと、ファイヤーエムブレム覚醒、ファイヤーエムブレムイフ、あのファイヤーエムブレムの、っていうかスマブラに出ている人たちがですね、全員、ほぼ全員、あれ待てよ。ロイは？ロイは？確かロイもスマブラに参戦してんだけど、ロイはどこに行ったんだ、ロイは。てか、アイクがまだ出てない。そう言われてみれば。アイクは後で出てくんのかな？つまり、また後で。となると、アイクと会うのは結構後になりそうだからね。でもさ、多分、オープニングにさ、カブイと、マルスと、ルフレもいたし、クロムもいたし、アイクも出てきたんだから、スマブラに出ているキャラクターばっかりだったよね。ただ、オープニングにロイがいなかったのが気になるんだけど、オープニングにロイが出ててこなかったのは気になるんだけど、もしかしてこのゲームにさ、まさかロイって出ないの？え、まさか、ねえ。あとさ、このファイアーエムブレムオールスターズかと思いきやさ、トラキア776とか、あとなんだっけ、レッカとかさ、あれとか出てこないの？あと、カービィの声優さんがやってる、あと、スマブラのアシスタフィギュアにもなってるさ、リンっていうキャラクターがいるんだけどさ、あの子は出てくんのか？あの子。とか、まあ、ちょっといろいろ気になるところではありますが、とりあえず、時間もちょうどいい感じではございますので、今回はここら辺で終了しております。MVP はあなたっすね。お、新しい武器、鋼の流石？鉄の流石、なになに？石が武器？石が武器とは一体。さあ、マルスがプレイヤーキャラになってたし、シーダね。シーダは、まあ、マルスの嫁ですね、ざっくり言うと。チキ。まあ、チキは確かファイアーエムブレム覚醒にも出たらしい。てか、アシストフィギュアにも出てなかったっけ？チキは確か。まあ、ただ、ファイアーエムブレム覚醒の方のチキが、確かアシストフィギュアとして出てたね。確か CV は、三彦の声の人、三彦とかピカチュウの声の人、大谷育恵さんでしたよね。というわけで、次回はね、15章からやっていこう。15章、世界樹の頂きからね、やっていこうと思います。いや、ダリオス星が捕まってしまったんだけど、あれ、絶対さ、操られて戦わなきゃいけないっていうパターンでしょ、あれ、絶対。ということで、また次回、まあ、いろんな展開が気になるところでありますが、次回、楽しみにしておいてくださいね。ということで、チャンネル登録、Twitter フォロー、よろしくお願いいたします。それでは皆様、おつがま。